どうも皆さん、マーシです。というわけでマーシがお送りいたしますバンドリー。今ね、イベントランキングはね、今 35,236 位ですね。はい。あ、まあ、そんな話なかった。今回DM でめちゃくちゃ来るんですけど、台湾のこのね、イベント楽曲のスコアランキングってあるじゃないですか。このランキングがあって、ほんでね、今まあこういう風に見たら中国のチーターがまた現れまして、昨年の9月だったかな、チーターがねまた出てて、で今年もまた2月のこのイベントに出てきた。この1位のうちすごいな。ていうかスコア何本？1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、え？ん？1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、21億これ。また21億とかもうそんなスコア叩き出してから、だってもう叩きすぎてこの星で見えないもんね。まあ、こんな感じでね、まあチートを使って、まあめちゃくちゃなスコアを出してね、まあこういう人がいるわけですよ。でこれに対してね、皆さんなんかこう腹が立ちませんかとか、もうめちゃくちゃ腹立つんだけどとかね、すごい反応してるんだけども、僕はまあ前も言ったと思うんだけど、まあこういうチート行為とか、まあ他のいろんなね、アンチ行為に対してはまあもう無視をしてていいと思います。もうそれこそ反応してしまったらね、相手の思うツボだし、あともう一つ言うけど、多分これ多分この中国の方ですよね。多分中国の方はこういうチートをやって今人気のね、日本で人気のスマホアプリゲームのランキングで俺たち中国が1位だぜっていう、その自己顕示欲というか、まあもう自己顕示欲ですよ、それを満たしてるだけですよ。で結局のところ、まあ、この人たちっていうのはバンされてしまって、今多分そうね、この5位にいるロゼリアファンさんが、まあね、繰り上げ1位になると思うんですよね。俺はだってもうスクワターやんない予算とかも600万出さないとかきついわーってね、もうネタにしてるもん。今だったらなんなら22億出さないときついっすよ。であとはね、あデデドンさんもそうね、スコア1000万目指しますとかね、でもこれもうちょっとしたらこう更新されるんじゃない、22億目指しますとかね。まあこんな感じでみんなネタにしてるんですよ。正直言ってだから、まあこの人たちって結局バンされて、まあスコア対象にはランキング対象にはならないし、まあ別に気にすることはないかなと僕は思いますけどね。そんなに過剰に反応する必要ないかなと。ね、あってほら見て、中国ナンバーワンなんて読むんだろうねこれでね。でこの中国ナンバーワンって言ってるのにクラフトエッグイズナンバーワンって言ってるからね、逆に好感持てるみたいなね。え、あしかもバンド総合力非公開って言いながらも、これもだって一番初期のねポッパのメンバーのやつだから、しかもレベルマックスじゃないっていう。誰が好きですか皆さん、このねポッパのメンバーの中で。私は山吹さあやちゃんですね。まあ、今回じゃあちょっとね山吹さあやちゃんに語っていこうかなと思うんですけれども、まあ山吹さあやちゃんっていうのは、まあというわけでね、まあ、今後も私はちょっと山吹さあやちゃんをね応援していこうと思うんですけども、まあ、こんな感じで中国チーターの方に関して言えば、まあ、皆さん、まあ、気になさらなくてもいいかなと。まあ、この人たちが結局称号をもらえるかって言ったら称号はもらえないので、まあ、ネタとして見れる方見れない方っていうのはいらっしゃると思いますけど、まあ、ネタとして今後もこうやってね、この人たちが一体どこまでスコアを伸ばすのかみたいな。あとはまあ毎回言ってるんだけれども、チートをやったとしても結局は、まあ、バンされてしまって、まあね、そのアカウントは使えなくなってしまうから、まああんまりなんて言うんだろう、そのつまらないことというかね、あんまりやっててもそんなに、ね、自分の自己顕示欲が満たされるぐらいで、客観的に見たら、ね、メリットっていうのはそんなにないもんですから、まあ、あんまりっていうか、まあやらない方がいいです。なんか虚しくなるから後で、なんか虚しくなる、なんで俺こんなことやってんだろうってなるから、まあそんな感情がね後で来るよりは、まあ普通にねガルパを楽しんだ方がいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回はこういう動画でございました。またね、バイバイ。